これから行う操作は、入力したテキストをメッキのエンブレム風に加工する方法です。レイヤースタイルに特定の設定値を入力することにより、リアルな金属メッキの光沢感を表現します。使用するフォントは任意で設定しますが、鏡面反射の効果が十分に発揮できる太い書体を選んでください。テキストレイヤー、またはシェイプレイヤーを作成してください。文字の表面に反射する鏡面のグラデーションを作成しましょう。レイヤーパネルでテキストレイヤーをコマンドまたはコントロールキーを押しながらクリックします。テキストまたは図形の選択範囲が作成されたことを確認してください。テキストレイヤーを非表示にします。新規グループを作成をクリックします。グループ1が作成されたことを確認してください。塗りつぶしレイヤーを新規作成をクリックして、メニューからグラデーションを選択します。グラデーションで塗りつぶし、ダイアログでクリックでグラデーションを編集をクリックします。グラデーションエディター、ダイアログでグラデーションを設定します。1に 0%、不透明度に 100%、1に 100%、不透明度に 100%、1に 0% カラーに H210 度 S20% B50%1に 49% カラーに H210 度 S20%B5% 1に 51% カラーに H210 度 S20% B60% 1に 83% カラーに H0 度S0% B100% を設定します。OK をクリックします。グラデーションで塗りつぶし、ダイアログでリザを有効にします。OK をクリックします。文字の表面に反射する鏡面のグラデーションを作成することができました。背景画像に合わせて反射する鏡面を変形しましょう。描画ピクセルを選択します。グループ1を選択します。マスクを追加をクリックします。レイヤーマスクが追加されたことを確認してください。グラデーション1を選択します。塗りつぶしレイヤーのグラデーションのみを変形したい場合は、描画ピクセルに変換しなければなりません。レイヤーメニューから、ラスタライズ、塗りつぶし内容を選択して適用します。すると、グラデーション1がラスタライズされます。
レアマスクを削除します。グラデーション1を右クリックします。コンテキストメニューからスマートオブジェクトに変換を選択して適用します。レイヤーや背景をスマートオブジェクトに変換しておくと、適用するフィルターや色調補正などの調整が再編集できるようになります。編集メニューから変形ワープを選択します。オプションバーでワープに旗を選択します。カーブにマイナス 5.0% を入力します。エンターキーを押して変形を確定します。背景画像に合わせて反射する鏡面を変形することができました。ドキュメントに含まれる階調によって変形の適用度が変えられる方法を取りましょう。描画ピクセルを選択します。選択範囲メニューから選択範囲を変更縮小を選択します。選択範囲を縮小ダイアログで縮小量に5ピクセルを入力します。 OK をクリックします。選択範囲メニューから選択範囲を保存を選択します。選択範囲を保存ダイアログで保存先セクションのドキュメントに新規を選択します。 OK をクリックします。選択範囲を保存を実行すると自動的に白黒のドキュメントが開きます。フィルターメニューからぼかしガウスを選択します。ぼかしガウスダイアログで半径に 5.0 ピクセルを入力します。 OK をクリックします。ファイルメニューから保存を選択します。名前に置き換えマップデータ PSD を入力します。保存をクリックします。置き換え用のマップデータが準備できました。置き換え用のマップデータから表面に歪みを加える変形を行いましょう。ドキュメントを表示します。選択を解除します。フィルターメニューから変形置き換えを選択します。置き換えダイアログで水平比率に0垂直比率にマイナス4を入力します。置き換えマップデータに同一サイズに拡大縮小未定義領域に端のピクセルを繰り返して埋めるを選択します。 OK をクリックします。置き換えマップデータ PSD を選択します。開くをクリックします。表面に歪みを加えることができました。平面的なグラデーションにリアルな金属メッキの光沢感をつけましょう。レイヤーパネルでグループ1を選択します。レイヤースタイルを追加をクリックしてメニューから境界線を選択します。構造セクションのサイズに5ピクセルを入力します。位置に
中央を選択します。塗りつぶしタイプのカラーをクリックします。カラーに H210°、 S5%、 B85% を設定します。文字の境界線を設定することができました。レイヤースタイルを追加、メニューからベベルとエンボスを有効にします。構造セクションのスタイルにエンボスを選択します。方向に下へを選択します。サイズに10ピクセルを入力します。陰影セクションの光沢輪郭にリングを選択します。アンチエリアスを有効にします。ハイライトのモードの不透明度に 100% を入力します。シャドウのモードの不透明度に 75% を入力します。文字を立体的にすることができました。交際内側を有効にします。構造セクションの交際のカラーを設定をクリックします。エレメントセクションのサイズに20ピクセルを入力します。構造セクションの不透明度に 30% を入力します。乱反射する光を加えることができました。シャドウ内側を有効にします。構造セクションの描画モードにスクリーンを選択します。シャドウのカラーを設定をクリックします。カラーに H0°、S0%、B100% を設定します。不透明度に 100% を入力します。角度のフォーカス光源を使用を無効にします。角度にマイナス60°を入力します。距離に7ピクセルを入力します。サイズに1ピクセルを入力します。文字の縁にハイライトを加えることができました。ドロップシャドウを有効にします。構造セクションの不透明度に 75% を入力します。距離に8ピクセルを入力します。スプレッドに 25% を入力します。サイズに8ピクセルを入力します。OK をクリックします。乗用車や家電製品についているようなメッキのエンブレムが作成できました。